えとあの無事、ドットソン選手が来てくれたので、はい、あの本当、楽しみですね、はい、あの昨日まではめちゃめちゃハラハラしてました、フィジカルスピード、と、え、も、ー、に本当、世界トップクラスだなと、あとは、そうですね、まあ、突出してるのは踏み込みのスピードじゃないですかね、僕が見せたいのは、やっぱドットソンが逃げ回ってるところを見せたいなと。 いつもあのドッツソンがこう左を振り回しながらあのこう追いかけ回してるシーンがこうよく見えると思うんですけど、まあ、今回は僕がしっかりプレッシャーをかけて下がらせて、えー、と僕がパンチで追い込むシーンを見せらられたらなと思ってます近い距離は、まあ、もちろんなる展開はあると思うんですけど、まあ、僕もドッツソンも足を使うタイプではあるので飛び込んで戦うタイプであるので、まあ、遠い間合いの戦いにはなるかなと思うんですけど。 まあ戦っていく中で近い距離になったときに、この学んできたボクシングの技術だったりが、活かかされるかなと思いますボクシングの技術っていうのを向上させて、ベアナックルファイトと、今後の MMA に活かしたいなと思ったのが、一つですね、一番の目的で。 新しい技術を身につけたいなと思ったのも、渡辺ジムにえっ、ー、と入会した一つですね。うん、はい、その手応えはいかがですか？いや、本当にあのバチバチありますね。はい、そのまあ、ベアナックルファイトが決まる前にもすでに渡辺ボクシングジムにお世話になってたんですけど、うん？まあ、その後このベアナックルファイトは決まってこうなんかいいタイミングではいでこうすごいいい練習ができているんで、うん。手応えはすごくあります。 うんまあ、それは試合が終わってから、まあ、もちろん考えることですけどそうです、ねまあ、勝ったらおの、うんまあ、ずと、まあ、向こうは黙ってないんじゃないかなと思うので、はいまあ、僕はあのいつでもドッツさんと何回でもやりますし、はい、っていいう思いです、はい、この試合に勝つと、まあはい、アメリカでの試合を求められたりとか、まあ、生活は穏やかではなくなるかと思うんですけども、はい、そうなったらこうチャンネル名は変える予定はある、はい、<laughs> そうですねちゃ、まあ、穏やかに生きれるようになるまではこのチャンネル名で。 あの行こうと思っているので、はい、格闘技ではも,もっと騒がしたいという思いもあるんですかそうですね、まあ、騒がせたいというか,、まあかまあ、僕があの、まあ、チャンピオンに勝ったら、はいまあ、今まで以上に話題にはなると思うのでそこは、まあ、やっぱりあの僕が望んでいることですし自分の格闘家としての、まあ、キャリアの中で,、はいそうですね、もう少しこう、まあ、今回の試合もそうですけど、まあ、今回、結果を残してフューチャーされればいいなと思っています。はい